止まってないんですよ、うん、地味にこう動くぐらいの渋滞で止めて出してっていうこともできなかったんですよ、うん、でも 500ml のペットボトルが後ろにあったから、うん、もうそれに入れようと思ったんですけど、やっぱその量じゃないんですよね、まず、うん、そしてこれ皆さん覚えておいてもらいたいんですけど、僕はこの500のペットボトルに全部入れちゃったんです物を、あ、自分の、自分の入るか、いや、こうグラッグってねじ込んで、ギャッギャッってねじ込んで、そうしないと出ちゃうもん、出ちゃうからと思って全部入れたら、あのだんだんこう溜まってくるさ、空気の逃げ道がなくなっちゃって、ギャッギャッって最後プワーンって爆発、スワーン、なるほど、ブラッシュ、なるほど、すごいな、正面炭酸入ってる、それぐらい、なるほどな。もうちょっと分かれへんもん、言われなんだから空気の逃げ道、穴を開けないと爆発ですよ。